前回のあらすじ。みなさんこんにちは。ゆっくり悟りと、大改造にびっくりしているゆっくりおりんなのだです。てなわけで引き続きレベル1の探索を行っていきましょう。前回ゲットしたアーモンドウォーターの解説を一般調査隊員さんが説明してくれていますので下に貼っております。多分あれよね。インベントリの脳みそと関係があるのよね。ですね。ページが減ってきたらアーモンドウォーターを飲めばいいんでしょうね。ああ、それとパート1の謎の部屋ですが、コメントありがとうございます。どうやら、レベル231、のようですね。実際に記事を覗いてみたところ、確かに特徴が一致しました。これで謎解決です。さて、というわけで引き続き巨大倉庫。というか立体駐車場ですね。の探索をしていきましょう。そういえばレベル1以降エンティティに会ってないわね。レベル1にはいない。わあ、ほらほらほらフラグ立てるようなこと言うからなんかいますよ。なんなんでしょう。フェイスリング？悪かったわね。あんな白いエンティティは知らないわよ。二足歩行型。ちょっと近づいてみましょうよ。やめときなさい。あなたいつもそれでひどい目に遭ってるでしょう。ふ、なあにもの影からチラッと覗くだけですよ。一般調査隊員さんだって怖がってますし。わかったわかった。わーわかー。索敵範囲バカ広いんですけど。そりゃ敵がこっち見てるのにあんなに体出せば誰だって気づくわよ。とりあえずどうしましょう。今のあなたに走って逃げる以外の選択肢はないでしょう。じゃあ、近い。ねえ、だんだんと音近づいてきてない？気のせい。じゃなーい。アンチ。アンチはどこなんですかー。目の前、あの扉入ってドア閉めたらどう？いやいやいや、あいつそこまで知能低くないでしょう。もうおしまいだー。ポチ。じゃあー、何してんのよあなたは。さっさと消しなさい。怖い。ははは、楽勝。あどっか行きました？よし、見てきなさい。この部屋には何もなかったのでどうやら外に出るしかないようです。よし、行きますよ。ふ、もう怖くないわ。よく言いますよ。じゃあ先頭どうぞ。今回は譲ってあげるわ。そーっと。そーっと。いないわね。しっかり見たわね。大丈夫そうです。では探索再開ですね。まさかあんなのがうろついてるなんて。はぁ、できればもう会いたくないわ。まったくですよ。ところで悟り様。何よ？私たち、ここで何をすればいいんです。確かに。おや？鍵ですかね。あら本当ね。あれからよくわからんエンティティにも会わず、駐車場エリアを探索してたら見つけちゃいました。この調子でじゃんじゃん進んじゃいましょう。本音見えてますよ。あ、また鍵だ。複数本落ちてるなんて。この先長いってことじゃないわよね。そういえば脳みそゲージいい感じに減ってますね。もうちょいしたらアーモンドウォーター決めましょうか。さあ次に。なんなんですあのドアトラップ。はぁ追ってきてないですよね。確認できないわ。イージーだったわね。イージーですね。さっさとドア閉めなさい。おや？逃げ込んだ部屋が偶然ギミックで嫌だったっぽいですね。ああ、さっき集めてた鍵を使うのね。あれ開かない？あ、他にも鍵がいるんですね。ちょっと待ちなさい。私たち2本しか持ってないわよ。他のキーは？探すっきゃないですねー。はぁ？長い戦いになりそうね。あ、1本あった。は？あ、2本目あった。は？本じゃ突っ込んでいきましょう。合計で4本も鍵がいるなんてこの先には何があるのかしらね。わかりませんが大切なものなんでしょうねー。ていうか鍵4本ってマルチプレイしてる人用のギミックなんじゃない？ははは、まあ鍵は4つでもソロで簡単に開くギミックになっているでしょうから心配はいりませんよ。まずは鍵をひねりまして。いざオープン。ははは、ちょっと待ってくださいね。誰か助けてくれー。こんな暴挙が許されていいんですか？4人で、せーの、ってやるギミックなんて聞いてないですよ。はぁ、開いたー。お疲れ様。よく頑張ったわね。はぁ、やっと先に進めます。うん、ここは、レベル2？チラッとパイプなんかは見えてたわね。先に進めたのかしらね。あら？でも抱えに行けるようになってるみたいです。また新しいレベルなんでしょうか。これだけじゃちょっとヒントが少ないわね。もう少し進んでみてちょうだい。OK なんですが暗くて不気味な場所ですね。ここであいつが出てきたら。よからぬことを考えるのはやめなさい。うん。階段ゾーン終わりっぽいですよ。わお。
アイテムがいっぱいね。次に備えろってこと？じゃあ、アイテム取ったので次へレッツゴー。まだレベル1なんかしかも上より暗いし。え？ここレベル1で合ってますよね？実は違うレベルだったなんてことはないですよね？確かにレベル1でいいはずよ。とりあえず今は探索ね。ちょっと待って、何この部屋は？めっちゃ狭い部屋だったわね。ハズレ部屋ってこと？いくらなんでも暗すぎません？だいぶうろうろしていたようだけど、何か進展はあった？いえ、なんにもないです。エンティティにも合ってないですね。およ、この扉ロックがかかってますよ。ふむ、どこかに鍵が落ちてるのかしらね。仮にそうだったとするなら厄介ですね。暗すぎて見つけるのに苦労しそうです。あれ？一周しちゃった？どこか見逃してるんじゃない？もう少し詳しく探索しなさいな。あいあいさ。どうやら、ウプ主は疲れているようです。ちょっと待ってちょっと待って、何かすごく大切なものをスルーしましたよね。見なかったことにしたのかってくらい華麗にスルーしたわね。まさかさらに加害があったとは。いくら上を探しても見つからないわけですよ。ま、やることは変わらないんでサクサクいきますかね。待って、やっぱり何もないんですけど。ん？あー、はぁ？いくらエンティティでもやっていいことと悪いことがあるんですよ。もう？本当に。心臓が。残念ながら出口がまだ見つからんのですよ。このドアはどうじゃろな。おお、これは、ようやく、先に進めるようです。さあ次のレベルへレッツゴーね。ポチッとな。お、ここは、地下下水道？明るいのって安心するわ。うん、ちょっと待ってください。あのマークって。あら、これさ、バックルームズのロゴじゃない。え、この先すごく気になるんですけど、通るにはセキュリティの無効化が必要らしいです。どこかでアイテムでも集めるんですかね。そしてこの警告文は、今後出てくるんでしょうね。さて、あと調べられそうなのは、この非常口ですかね。赤くはないから近づいても問題なさそうね。ちょっと開く前にこの空間調べてきます。特に何もなかったのでドアの先進んでいきましょう。え、ここはまさか。ハブだー。